出た出た。体の水分全部出しちまって、こらあのすっからかってな。あ、新聞か。違うな、手配書の束かい。こりゃ昼間の腰抜け小僧どもじゃねえかい。確か3000万。1、10、100。いやいや、いいか、飲みすぎた。10万、10万、100万、1000万、1億。ああ、あの時の大皿たちには笑ったよ。何大事ならしっかり守ってやれってんだ。なんたって、うちの船長は懸賞金5500万ベリーの大型ルーキーだ。大変だ。おい、なんだこの山、ベラミー、あんたまだここにいたのか。以前、あんたが一番危ねえよ。危ねえだ。1億6000万。そうさ、昼間のあいつら2人ともあんたより懸賞金が上なんだよ、ベラミー。だろ、やべえ、えれえやつを笑っちまった俺たち。顔を覚えられてん。1億の賞金組なんてあったことねえよ。おい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 、バカどもが、そんな紙切れに怯えやがって。着いた。過去にこんな海賊がいたのを知ってるか。てめえの手配書を手く、相手はその額を見て縮み上がり、何もせずただ降伏するってわけさ。当人の弱さを目の当たりにしておきながらこのざまだ。情け、ちげえねえ、麦わらなんて聞いたことねえや。なんだそうか。見直しだ。使命とは。おい、俺に何か用か。菱形のおっさんの金塊を返せ。